今回は体に優しい無添加の手作りだし、自家製味の素を使ってチャーハンを作っていきます。化学調味料は美味しいけど、健康を考えるとちょっと心配なんて方に自家製味の素の作り方を紹介します。本物の味の素よりは素材を生かした優しい味わいで料理が美味しくいただけます。この味の素を使ってチャーハンとチャーハンスープの作り方も紹介します。それでは作っていきましょう。まずは自家製味の素の材料を用意します。昆布 35g、 干し椎茸 5g、 切干し大根 15g、 かつお節は粉のものがあったのでそれを大さじ1使います。あと沖縄の塩ミチマースを小さじ1使います。ミチマースは細かくサラサラの塩でまろやかな甘みがあり、旨味も強いのでこれと材料を合わせれば美味しくなります。しかも世界一のミネラル含有量でギネスに認定されている健康効果の高い塩です。乾物は余裕があったら数時間天日干ししてビタミン D を吸収させておきます。後で粉末にするので初めから細かくカットしてあるものを使うか、ハサミで細かくしておくといいです。今度は材料を空炒りして余分な水分を飛ばし、香りと旨味を引き出します。火力はできるだけ弱火でじっくりと煮ていきます。味の素の主な成分はグルタミン酸で昆布に多く含まれています。実際の味の素はサトウキビの糖蜜に化学反応を起こして作っています。だから化学調味料と言われ、取りすぎるのは危険なのではないかと言われています。でもどんな料理に使っても美味しくなる魔法の粉であるというメリットがありますね。なので自然なもので味の素に近いものができないかと思って作ってみました。切り干し大根もグルタミン酸やアスパラギン酸などの旨味が豊富で、味の素の甘みに近づけることができました。それを4、5分ぐらい空炒りしてカラカラにしていきます。この工程が大変ならレンジを使って行っても大丈夫です。このくらいにこんがりとした色になってきたら引き上げて粗熱を取ります。冷めたらちょっと大きなものをハサミでカットして細かくしておきます。材料をミルサーにセットします。ミチマースをだいたい小さじ1くらい入れます。かつお粉を大さじ1くらい入れます。粉ではなく普通のかつお節でも OK です。これをミキサーにセットして粉砕します。細かくできるものならフードプロセッサーやミキサーでも大丈夫です。だいたい30秒ぐらいで細かくできます。できたら容器に入れて乾燥剤入れ保存します。ちょっと味見をしてみます。色は生成されてないので自然な色です。味は昆布の味がしてからほんのりと甘みがあり、塩が全体をまとめて美味しくしている感じです。これを使ってシンプルなチャーハンを作ります。
材料はご飯 250g、卵1個、チャーシュー 5g、ネギと生姜少量です。鍋をしっかりと煙が出るまで温め、大さじ1の油を入れ、よくなじませます。溶き卵を流し入れ、その上からご飯を乗せて炒めていきます。塩を少し入れます。生姜とチャーシューを入れます。ここで自家製味の素を小さじ1くらい入れます。ネギを入れます。胡椒を振りかけます。香り付けに醤油を鍋肌から一滴入れます。さらに盛り付け完成です。チャーハンスープも作れます。自家製味の素を少量入れます。醤油を適量入れます。お好みの香味油を入れます。今回はどこの家庭にもあるだろうごま油を少量入れました。ここにポットのお湯を注ぎ入れます。分量は味見をしてお好みの量に調整してください。スプーンでよく混ぜ合わせたらネギを入れて完成です。もっとしっかり出汁を出したかったら軽く煮るといいです。これで自家製味の素で作るチャーハンとチャーハンスープの完成です。さらに詳しい内容とレシピについてはブログに書いていますので、そちらを確認してみてください。ブログのリンクは概要欄に貼っておきます。チャーハンもスープも優しい味わいで美味しいのでお試しください。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。